皆さん、こんにちは。工学部材料科学総合学科、材料プロセス設計分野を担当しております、コマロフと申します。本日、我々の未来を支えるアルミニウム、リサイクル課題と可能な解決策を紹介させていただきます。アルミニウムは周りに読みますと必ず目に入るものです。強者としてですね、軽い。それから熱がよく伝わる。電気、電流がよく、加工がしやすいと。それから大気中で、錆びないものですね。一方、アルミニウムは強さがあまりない。従って合金を作るというルートが一般的です。もう一つは、原料から作る場合によってたくさんのエネルギーが必要。酸化アルミニウムからアルミニウムを作るためには、エネルギーは47MJ。一方、スクラップ。必要なエネルギーですね。2.4MJ。3% だけです。ここでアルミニウム合金です。アルミニウムそのままで強度 70MPa です。一番強さの高い合金ですと、亜鉛とカッパとマグネシウムです。強度が10倍に上がります。皆さん、アルミニウムについて非常にリサイクルしやすい材料と考えていると思うんですけれども、しかしながら、例えば車の場合は、一種材料として、鋼アルミニウム、樹脂、繊維などを入って選別が難しい。それから化学成分も複雑になっているのでリサイクルしにくい状態になっております。組織の結晶ですね、不純物をその残ったまま作ると粒の間にできるだけ不純物をないように、それから残るとしても細かく丸い形状を持つようにすべきです。我々の研究室ですね、物理的な作用ですね、利用した新たなプロセスの設計するという研究開発を行っています。で原子を発見してでシミュレーションで原子を解明するというアルミニウムかな話に戻りますと、大きい40とか50トンのヨカイロスクラップと入れてですね、溶かしてこの粒を使いながら攪拌するという技術は一般的ですけれども、不純物で取り除くためにこのインペラの構造によって大きく変わる。だから水でヨカイロのモデルを作って 3D プリントで粒を作って速ビデオカメラとかレーザーを使って中に粒子入れて流れどうなってるか実験的に調査行っています。その後ですね、数学のリュードのモデルを作ってシミュレーションを行います。一致するようになったら良いアルミニウムの物性値と入れてもう一回シミュレーションを行うと、ヨカイロの中ですね、不純物の移動について理解できる。もう一つはですね、超音波を使った不純物の無害化できます。5時炉から用途を送ってですね、超音波振動を加えるとなぜある不純物は微細化できるか、他の不純物だったらできないかと我々の関心があるところです。今日はご紹介したようにスクラップシェア率を向上するためにの言い換えるで新規翼の開発、超音波振動によって良いアルミニウムの不純物の無害化もできるので今日紹介いたしました。